崎さや302号室在住です。よって部屋を間違えました。本当に申し訳ありませんでした。お金で解決というわけには。鍵開けっぱなしにしてる方も4割ぐらい悪いと思う。なんでもないです、すいません。ごめんなさい、人に優しくされたの久しぶりで。いただきます。申し訳ございません。誠心誠意対応いたしますので。あれ？まさかあの後寝落ちしちゃうなんてね。男性の部屋で寝ちゃダメって。徹夜でもし飲み直ししてあげたの。彼氏には。大丈夫だよ、何にもやましいことしてないんだから。それより君の答案見たけど、ケアレスミスが多いね。解放は合ってるのに最後の計算間違えるとか。だから過去問をやりまくって慣れるのが一番かな。本番ももうすぐでしょ。何？大変お見苦しいものを。あ、また同じミスしてる。ほら、こっちからだと逆さまで分かりにくい。ほら、ここ、こうしてこう。分かった？ほら、集中集中。集中できないのは私のせいってひどくない？お待たせ。今日はね、ご褒美があるから期待してていいよ。はい、ご褒美の登場です。わかる、隠し味のメロンソース。罰ゲームじゃないよ。もうすぐ本番だね。ここまで勉強に付き合ったり。年上のお姉さんが気になってきたな。その冷たい目、ほんとへこむ。もしかして迷惑だった？そう？大丈夫？よかった。最初はお詫びのつもりだったんだよ。だけど毎日頑張ってる君と一緒にいたらさ、少しは頑張ってる気になれたんだ。私も。だからさ、君なら大丈夫だよ。次は絶対合格できるから。頑張れ。本試験。入ったの？
者でなくちゃできない話って何悲しむけ違うのじゃあまさかの喜ぶ系のやつだった。合格したら言おうと思ってたの。勘違いっていうほど外してなかった。よろしくお願いします。彼氏彼女ほら出なよ。補欠合格。彼氏の部屋だって思ったら急に恥ずかしくなっちゃって、何回も来てるのに変なもん。お邪魔します。